暑いな。暑いな。あ、倒した。今日はこのウサギを飼いに行きました。はい、ただいま家に帰ってきました。今回買ってきたのはこちらですね。この袋はミッフィークラムキッチン限定のトートバッグになります。500円で売ってたんですけど、なんか思わずね、可愛かったんで買ってきちゃいました、これも。まあ、ちょっとお気づきの方はお気づきだと思うんですけど、テーブルにも後ろの棚にもミッフィーグッズがないんですよね。どこのタイミングで動画出そうか迷ってるんですけど、僕引っ越しを考えていまして、ミッフィーグッズを片付けてしまいました。はい、だから綺麗さっぱり今なくなってます。まあ、こんな感じ。まあ、その片付け動画とかね、撮って出すと思うので、まあ、少々お待ちいただければと思います。詳細はまた追って動画にしようと思います。ってことで、まあ、今回はね、この何買ってきたかだけお伝えできればと思います。まあ、今回はこれ目的で行ってきたんですよね。無事ノベルティもらいました。これなんだっけ、5周年記念だっけ。まあ、いや、伝わって調べようと、商品と積みかな。まあ、とりあえずこんな感じかな。画角下手くそで本当ごめんなさい。今回買ってきたものからですね、ご紹介します。僕今回買ってきたものすごいっすよ。軽井沢の動画見てくれた方はご存知だと思うんですけど、僕ちょっとね、箸置き買いたいなって思って、めっちゃ今回箸置き買ってきてます。もうほぼほぼ全種買いました。色味、まず黒、グレー、ホワイトの3種とスナッフィーとカナチ。こっちがね、クラノキッチン限定の色で、でこっちがね、ミッフィーキッチンの全店舗で置いてあるミッフィーキッチン共通の色になります。で、前ね、軽井沢行った時に何色だっけ、緑色だっけ、買って3種類揃ったんで、あとは嵐山だけですね、ピンク色。いつか京都行けたらいいなと思ってるんですけど、それで一応全種揃う感じで、もう一気にまとめて買ってきちゃいました。すごいですね。で、これでね、あとトートバッグ合わせて5000円以上してるんですけど、で、それでノベルティですね、ノベルティは確か4000円以上かなの買い上げでもら
るっていうキャンペーンでした。で、どんなノベルティかっていうと、今回、あ、やべれちゃう、気をつけないと。マグカップなんですけど、あ、やばい、これちゃん食い込みすぎて、やばい、食い込みすぎてるどうしよう、これも困るよね。あ、やばい、あ、やべきつい、少しいいじゃん、こんな感じ。あ、いいですね、プラかな、これ。うん、プラっぽいですね、いいですね。こんな感じのマグカップになってます。いいですね、軽いし、うん、こんな感じです。ミフィキッチンの6周年記念をお祝いしたあれなんだ、ノベルティなんだ。その6周年っていうのは、1号店はちょっと分かんないんですけど、10月3日に1号店がオープンしたみたいで、それが6周年みたいです。いや、すごいですね、ミフィキッチンね、結構長続きしてるんですね。はい、まあ、そんな感じで今回多分ノベルティが作られたのかなと思ってるんですけど、勘違いやったらごめんなさいはい、まあ、無事に変えてよかった。今回はね、まあ、そんな感じの動画となります。で、まあ、いつもねちょいちょいあの飾れるものは飾ったりしてるんですけど、先ほどもお伝えしたように引っ越しの作業中になります。僕のね、あの知り合いですねの家にちょっとお世話になろうと思っております。ちょっとね、今仕事を実はしてない状態でして、まあ、一応したんですけど9月中に。ただその仕事をまたすぐ辞めてしまったので、また結局無職っていう状態になってしまったんですよね。で、家賃も、ね、約9万円ぐらいで、結構厳しい財政状況の中で、まあ、その方がちょっと提案してくれたんですよね。はい、で、まあ、その方との関係性だったりとか、いろいろお話ししていければいいなと思ってるので。実は言うとその人はね、結構動画で出てくれてるんですよね。声だけ入ってるシーンが多くてですね、まあ、ちょいちょい見てくださってる方は気づいてる方も多いかとは思うんですけど、まあ、そんな感じで、じゃあ動画終わりにしましょうかね。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。